こんにちは、はるです。今日は明洞の周辺からお送りしています。最近ちょっとね、肌寒くなってきたんで、あったかい汁物をこれから食べに行こうと思います。それでは行ってきます。今回食べに行ってきたのはプゴクという干しダラのスープ。低カロリーだけど栄養満点で美肌効果もある料理です。今回はそのプゴクが有名な無魚丼プゴクチップというお店に行ってきました。席に着くとテーブルに穴が開いていて、一体これは何だろうと思っていたら、なんと持ってきたキムチやパンチャンなどのおかずをはめる穴でした。確かにずっと置いておくより衛生的ですよね。蓋を開けてみると中にはこういったおかず類や白菜のキムチなどが入っています。これはニラですね。注文してから 2,3 分であっという間にプゴクが出てきました。こちらが無魚丼プゴクチップのプゴクです。とっても身が大きい干しダラが入っています。プゴクには一般的にこういったお豆腐や溶き卵が入っています。こちらのエビの塩辛はお好みでプゴクに入れて混ぜて食べます。入れすぎると塩辛くなってしまうので要注意。出汁が出てて、干しダラの濃縮された味がすごい美味しいです。そしてこちらのごま油とエビの塩辛で和えたネギ、こちらはご飯にのせて一緒に食べます。私これめっちゃ好きかも。ごま油のネギ、ごま油と塩辛のめっちゃうまっ。汁にご飯を入れてクッパにした後、ネギをのせて食べたら最高でした。はい、
い、プゴクク食べてきました。出汁がね、体に染み渡る美味しいプゴククでした。もっと冬とかすごい寒くなったらすごく食べたくなる味ですね。なんか二日酔いの時とかに食べるみたいです、韓国の方たちは。でここのお店はソウル未来遺産、未来遺産っていうソウル市がこれから保存していこうっていう味だそうです。ソウル市も認めてるのはすごいね。こういうレストランとかであんまり聞いたことないな。ミョンドンのロッテ百貨店のとこから歩いて3分ぐらいですごく観光客の方も行きやすいと思うので、ぜひ行ってみてください。韓国のプゴクでした。アンニョン。